AG デオメン。大人の男ならいつでも最高の自分でいたい。トラブルがあっても自分の弱さは匂わせない。30代から男の匂いは変わる。だから根本からケアして整えていく。大人の男の匂いケア、 AG デオメンプレミアム。最高な自分に整えていけ。今回の CM はやっぱり久しぶりにスーツ着てこうビジネスシーンの中での撮影ということで、僕自身も正直普段はそこまでスーツ着たりこうネクタイ締めたりすることがなかったりするので、すごくこうやってて身も引き締まりましたし、自分でも新鮮にこう取り組ませてもらいました。特にそうですね、印象残ってるのは何ですかね、細かいカットの結構積み重ねだったので、その細かい部分でこう表情だったりとか、手の動きだったりとか、こうスプレーの握り方だったりとか、そういうことを監督とかと皆さんといろいろコミュニケーションを取って、撮影させてもらいました。お気に入りはそうですね、久しぶりにこうスーツを羽織るとか、こうシャツを羽織るみたいなの結構何回もトライさせてもらったんですけど、昔よくこうドラマで白衣をこう まとるみたいな芝居をよくしてたんで、なんか久しぶりに自分がなんかその頃に戻ったような感覚もあったし、あとすごい顔の寄りとかその目のお芝居みたいのが結構多かったんで、その辺をもう皆さんにもこうちょっと注目してみていただけたらなと思ってます。そうですね、若い子なんかとね、一緒にこうディスカッションするシーンなんかは、昔だったら僕はもう本当若い子側で、はいはいってやってたんですけどね、やっと自分も年的にも立場的にもそのこのぐらいになってきたのかなっていうのはちょっと実感できますし、そうですね、オフィスでこう、僕日常でこういうことは全くないので、なんかこうスーツ着て格好決めてそうやってこう誰かに指示与えるみたいな、そういうのはやっぱちょっと憧れがあったんで、すごく自分でも楽しみながら喜びながらやってましたね。朝のクローゼットとかであんなかっこよくねできる、なかなか映画のワンシーンみたいにね、実際僕はもっと朝わちゃわちゃしちゃってるんで、こうスーツ選んでシャーンっていってこうスプレーかけてっていう、そういうのがやっぱりね憧れるし、大人だなっていうか、そういうイメージはありますね、僕自身も。そうですね、あんまり日頃、ストレスとかあんまり感じないですね。久しぶりにねドラマとか出させてもらったりして、やっぱ約10年ぶりぐらいにねこうやってカメラの前立ったりお芝居させていただく機会もらって、やっぱ初日のね最初の1カット目はもうめちゃくちゃ緊張しましたね。ただその昔ねお世話になった人だったり、監督さんだったりして、すごい現場がこう和ませてくれたりしたんでね、あんまりそういう久しぶり感をこう皆さん出さないように多分気使ってやってくれてたんで、その本当にそこは助かりましたけど、とにかく前日は寝れなかったし、当日もなんか朝からもう何も食べれずにっていう、もうこんな俺緊張してたかな昔はって思うぐらい、緊張しましたね。でもなんかやっぱそうやって緊張をこんな日々するこう仕事っていうのもあんまりないと思うので、やっぱりこうなんかそれはそれでいいんじゃないかなって自分でも思うし、やっぱこうカメラの前に立ったりすることで緊張もあるんだけど違うこう喜びだったり快感なんかも味わえるんで、やっぱり緊張することって意外と大事なのかなとは、と思ってますね。そうですね、僕は昔からちょっとイメージしてるのはやっぱりこう品だったり、女性もそうですけど品だったり、色気がある人がやっぱりこう人を見るとやっぱ大人だなというか、そういうのは感じますね。それはなぜかというと、やっぱどちらも例えばお金で買えたりするものじゃなくて、自分の育ちだったり、それまで積み重ねてきた経験がやっぱり本当に顔に出たりとか行動振る舞いに出ると思うので、そういうところで余裕があってちゃんと品があったりとか、そうですね、こう色気とかっていうのにこうある人はやっぱりなんかね
すごくこう惹かれるものがあるし、まあ自分もまだまだですけど、少しでもそういうものをねこう手に入れられるようなこう日々の積み重ねをちゃんとやっていかなきゃいけないのかなとは思ってますね。最高な自分にね、とまあ本当イメージとしては整ってるんですけどね、それはやっぱ自分で言うのも恥ずかしいし、うん、自分でそうですね決めれることでもないんで、まあやっぱりねそういうのはこう見てくださる人だったりとか周りのこう人間がやっぱりそういうふうに感じてもらうことが僕はまあ一番なのかなって、まあそのためにできることって何かなっていうことをやっぱり日々考えますね。やっぱその何でもそうなんですけど、仕事撮影とかでもそうなんですけど、やっぱりちゃんと準備をしていくみたいなことがやっぱり最高の自分を演出する、整わせる一番のやっぱり大事なことなんじゃないかなとは今は思いますね。なんでまあ僕もなんかこう日々こう何をするにしてもまあ準備だったり、まあなんかこう丁寧にってこう面倒くさいことを面倒くさがらずにやったりとか、まあなんかそういうちっちゃなことのやっぱり積み重ねが最高の自分につながっていくんではないかなとは思ってますね。そうですね、まあ自分のコンディションを整えるルーティンとして、まあ日々の身だしなみの中に取り組んでいくのがまあいいかなとは思いますね。でもやっぱ年齢をね重ねるほどにまあ責任も増えますし、そうするといろんな意味でまあ汗もかく機会も増えるんですよね。まあそういう時にまあエイジーデーを面で朝にしっかりとケアすることで、まあ汗や匂いが気にならずに過ごせるんじゃないかなと思います。でまあ気にならないっていうのがやっぱり最大の武器なので、まあ一日の自分のパフォーマンスを下げずに過ごすことにつながるんじゃないかなと僕は思っています。